はい、それでは久しぶりにすすめキノピオ隊長の続きを遊んでいきましょう。もっと不思議なタッチストーンからですね。さあ、これは序盤に出てきたタッチストーン系のちょっと難しい系ですね。なんかこのストーンの見た目も豪華になってるのが特徴的ですよね。ZR で押してくれと主張していますが、とりあえずは隠しコインを探そう。あれだけだったわ。どっちから行くのがいいかな。あれ?いけたー。なんだこれ。なんかたまにあるような、この、ビルの外側になんかベランダが突き出していて、そのベランダの足場とわずかに乗り継いでいくみたいな映画のワンシーンにありそう。この動きの苦手なキノピコたちにもこういった作業はできるらしい。これで青色は縦に動くんだっけ?縦だね。縦に動いたからなんやねんという感じなのですが。あ、そうか。こうやって取れるんだ。え、これでいいのか。なんかちょっと違う気がするんだけど。ちなみに、あー、こうなるのね。え、ということはなんかすげえ、あれじゃない?強引な取り方をしてしまったんじゃない?あのダイヤ。本来ならば、2回タッチしないと、取れなかったところを、わぶえー、こっちに動くんかい。なんとタッチ0回で取ってしまったのです。みたいなね。こっち側に通れる場所あったり?ないか。ん?ちょっと迷い気味なんですが。これで、ん?あん。あれ?ちょっと待って。なんか、すげえ混乱してるんだけど。混乱の世界へようこそ。ん?あれ?通れないと思ってたけど、これがある?あ、入れはするのか。入って、移動してこうか。なるほどね。すべてを把握したぞ。お、なるほどね。囲め囲め。この台は絶対に死守するんだ。なんてな。やはりもっと多角的な視点で物事を見ないといけないということを教えられますね。あの旗てんてんたちは、ね、これで絶対に問題ないと思っていたかもしれないが、実際はそんなことはなかった。穴があったと。警備の体制を見直す必要性を、こちらで指摘することができたわけですね。なんて有利な時間だったんだ。それでは行くぞー。いえ。ちょっと予定外のダメージは食らいましたが。タッチ6回か。まあ、タッチ何回系だとは思ってたけど。Here I go! とりあえず最初に発見したこの、スッっていうのをまずは、上手に利用しておいて。で、青は上下だから、ここにやるとあれだから、1回目。2回目。これだっけ?で、ここから?そうか。3回目。と、乗って、ここは横に動かさないと旗点々をかいくぐれないので、4回目。で、ここは、こうやらないとダメね。5回目。え?ということはこれ。あのテクニックを使わないと6回でクリアできないのか?結構ギリギリだね。それともなんか見落としあったかな?あるいは、普通に攻略しようとすると、先にタッチした分だけ、あれ。実は回数が少なくなるようになっていたりする?どっかで、今回やったのと同じになるようになってたかもしれないね。まあいいや。それはさておき、ドットキノピオを探そう。まあ言うても動かした先のどっかに隠れてるとは思うので、これはもうスタート地点から発見できるパターンじゃない？こういうところを探していって、でも青色を上に上げても見えることはなさそう。進まないと見えない系ではないと思うけど、こういう中に隠れてたり、この柱の影だったり
柱の仮だとちょっと見えないな。ん？あれ？あ、行ったー！ここか！びっくりした。こんな見つからねえもんかと思いながら見てたんだけど。ちゃんといるじゃない。オッケー。では次。回転カラーボックス。Here I go! 第23回目です。いきなり？あります。あれー、これ歩き出すと動くのね。こんな感じで。回転しまくるカラーボックスの中を冒険していくというやつですね。まんまなのですが。一応このまま直進すれば、スターは取りに行けるんだけど、そうか、青色か。青色と赤色の後ろ側には、この裏に通じている、このアクリルというのか、ガラスがない部分があるので、それを利用すれば、進めるところがあるね。ここだ。青。で、青色は裏があるね。ちょっと待って。でも、こっから回転すると、赤色に乗った時に落っこちてしまうな。落下のタイミングを見極めれば、意外とやれたりするのかもしれないが。ん？しかしこれ赤色に乗る方法があるか？あれ？ちょっと混乱してきた。これ赤色乗れる？不安に苛まれていく。あれ？赤色に乗れる気がしない。緑色の後ろに乗れればいいんだけど。緑色の後ろに乗ろうとしたら、いろいろやらないといけないのでは？わかったような、わからないような。くそ、思考回路がショート寸前なんですけど。この緑色の、この上の部分に乗れれば、いいのかなと思ったんだけど、そしたらこの隠れゴールドも取れるしね。てか、どうしたらいいんだと、今考え中。この状況が刻々と変化するせいで、考えがまとまらない。こうするでしょう？でもこれ緑の上に乗るのも相当きついよな。うわぁ。とりあえず青色に乗るか。青色の裏が実は狩りを握っている可能性？こうでしょ？でもこのまま行くと赤色の足元に。ですよねーちょっと完全に前後を見誤りましたが。あんれ、まあ。タイミングがわからん。回転していく。ん？全部手すりがあるんだよな、緑色以外は。なんで、このスターの足場に一旦乗ってからやるとかでもなさそう。あれ？なんか失敗してるような気がするんだけど、あれ？どうなっているんだ、これは。あれなんか違う気がする。なんかじゃないよ、これ絶対違うぞ。なんかよくわからない。クリア方法を選んでしまったような気がする。ん？え？あれ？なんだこれ？あ、なんか取れたし。あ、これ穴開いてんのか。そういうことか。いかん、これギミックすら全く覚えてないから、何をどうしてるのかがさっぱりわからねえ。とりあえずダイヤは取れたんだけど、あれ？これ隠れゴールドキノコはどうやって取ろう？隠れゴールドキノコくんもさっきと同じ容量でいいんじゃない？さっきと同じ容量がつかめないのですが。ヒュン。一旦ちょっとこっからは離脱したいね。
離脱したいのですが、離脱できるような状況でもないような気が。これ一旦赤色に入ると、帰りづれえな。どうしましょう。全くもってどうしましょう状態ですよ、これ。ここだ！ここ、ブー！絶対違う気がする。絶対違う気がするけど、まあ、いけるならいいんじゃない？ふっ。天才的。天才的すぎて、ちょっとその後のことを考えていなかった。ああ、どうなってんのこれ。どうにもならなーい。緑色のところで何やってんだこいつ。これ一旦黄色に入るべきか。キュイッと。そして、この黄色から、変なところに乗って、そしてここから、入っていくみたいな。そもそもこれはアリな、あれなのか？アリ寄りのアリです。アリ寄りのアリです。おばあ、あれ？どこ行きゃいいのこれ。あーくっそ。これでいいんだったっけな。全然覚えてないんだけど。ああ、そして隠れゴールドキノコくんがまだ残っている。今回のミッションはこれだろうからな。やっておきたい。キノコを取るまではいいんだけど、取った後どうやって帰ろうかが非常に悩ましい。これでいいんかな。まあ、取れるんだったら何でもよくないっていう感じもするんだけど。ふっ。はい、いただいて。いただいた後に、こうして、こうだ。こうやってやれば帰ってこられる。帰ってきたからなんやねん状態なんですが。はい、ここで、よし。乗って帰ってきて。まあ、あとは、のんびりと。ゴールを目指すだけでいいかな。ベストコインを狙うというのも、このステージに関しては面白そうだけどね。あれ？しかしこれ、これまたどうやって帰ろうかすげえ悩ましいな。こうで、で、緑色に入れるか。あれ？違った！ブワー！そして、ダイヤを取ってしまいます。からの、緑色に乗れていないよ。おい、生きてる。なんだこら。いろいろとわけわからない。お、しかし、到着だ。よくわからないクリアをしてしまった。まあ大丈夫でしょう。ゴールドキノコ。オッケー。もしかしたらあれが正解だったかもしれないしな。お、そしてこれか。これ忘れる前に先にドットキノピオをやっておいた方がいいんじゃないか説に気づいてしまった。これでコインパラダス消えなかったと思うしね。Here I go! 行きましょう。さあ、ここは回転しまくりますが。あれ？ああ、そうか。こうしないと回転し始めないのね。ん？でもそうか、下の方見えないから、その下の方に面しているところのどこかに隠れている可能性はあるな。と思ったんだけど、あれ？こんな見えないか？びっくりするぐらい存在感を感じない。ドットキノピオのいる近くまで行かないと声が聞こえないからな。わからないこともあるというのはわかるわ。あれ？ん？あ、いたー！うまっ！これはわかるかよ。すげえところに隠れていたな。完全にこちらの意表をついたところに隠れたな。だいぶかくれんぼうまいね。かくれんぼのうまさがこれまでのドットキノピオくんとは違うな。なんか方向性が違うよね。ちょっと意表をついてやろうというか、相手の考えの裏を書いてやろうみたいな、そういう意地悪なドットキノピオくんだったね。やっぱりチェリーかな。ツルハシかチリかと言われたらチリの方がいいな。うどーん、うーん、うーん、うーん。みなはダーシュ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 。ふっ、ふっ。これマックスって400枚じゃないのか？ギリギリなんか、足らなさそうな気がする。なんとも言えない感じ。
ですがまあ、ベストも更新したし、いい感じかな。オッケー。では、からくり天井の上で、これもやっとこうか。だいぶ悩んだように感じたけど、意外とまだ時間あったわ。からくり天井の上で。ガボンさんが見ている。急に和風。こうか。こんな感じで。なんかすげえ、いいところに座ってんな、ガボン。ガボンの中のガボン。ペロン。こうで、動かしてから降りればいいのかな。なんかこういう感じのいいね。任天堂にもっと和風のゲーム作ってもらいたいね。どういうテイストになるのか気になるよね。いいやいやいや。これなんだ。カリラー。ちょうど下に見えた。いいよな。このまさしく鍵を取った瞬間、その鍵のありかが、なんていうの、必要になる場所が見えているみたいな。これは？あ、そうか、下か。何かを破壊した形跡。鍵を開けて、ちゃんと鍵のかかった扉に貴重品を入れておくという、この、セキュリティ管理の行き届いたお屋敷なんだね。さて、これ微妙に壊してくれないな。これで届く？あ、届いた。これでいいのか。ジャキン。しかし、ニンテンドーもこの、床に鳥を敷き詰めるの好きね。こうだ。こうだ。ポンポン。OK かな。ん？なんかちょっと怪しいところを発見。ん？しかもなんか、パンポコパンパンパンという音が聞こえるし。ん？なんかあの辺怪しいんだけど。行き方がわからない。悩ましい。垂直落下では行けないもんな。なんだろうあれ。ん？あ、そういうことか。こっちから行くのか。だから、これに乗れればいいわけだし、こういうことか。ちょっと今いる位置から行けるところだったのね。とりあえず、とりあえず、降りて。スルッと降りて。あと、ここはなんかね、え？あ、もうゴールじゃん。あ、なんだ、ゴールか。あったー、これこれこれ。隠れゴールドキノコあるんだよな、みたいなの。ちょっと、イメージしていたので、なんとかやりたかったのですが。ん？あ、しまった、ダイヤ。クッソ、なりないと取れなかった、これ。すっかり忘れていた。で、そうか、もう一つはあれか。あ、ちょっと待って、ここが隠し要素だと思って一生懸命来てたけど、ここゴールだから、もうこれ以上戻れないな。戻れないよな。戻れないね。くぅ、じゃあもう一周やるか。どっちみち、全部慣れてしまった分は、なんとかしないといけないしね。おーイエーイ。隠れゴールドキノコを手に入れた。これは覚えてたんだけどな。どのタイミングで取るかとかは全く知らなかったね。ではリベンジしていこう。いいさ、おいさ。ここをまずは通してもらって。はい、クガモンくん。コロ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 。パンパラパーン。こっからな。届いたら早いのになと思わなくもないが。でもよく考えたらこのステージって株はないのか。株を見た覚えがないので、もしかしたらこのチョロプー君たちを投げ込まないと取れないダイヤかもしれない。ほらー、オッケー。でも冷静に考えるとこのモグラを投げてダイヤを取るっていう状況が謎すぎるよ。代わりに取ってくれてんのかな。彼らが取って空中でキノピコ、俺の最後のダイヤだ、受け取ってくれみたいな感じで思いっきり投げているのを受け取っているのか。ほらりん。で、そうか、今度はこの裏か。とりあえずダイヤ回収で行くぐらいでいいので、
ベストコインとかはそんな気にしない方向性で。ピン。キノコ。これで、こうで、取って、隠れて、こっちじゃなくて、こうして、こうして、こうやって、そして、ここをこうこうして、で、道は開通しているから、あとは、おおおお、ちょちょちょ、降りるタイミングを見誤ったけど、なんとか間に合ったぜ。オッケー。うん。これで大丈夫かな?ダイヤも取ったし。では、あとは隠れゴールドをキノコじゃなくって、ドトキノピオを探しましょう。ここのドッキロ君はどこだったかな?違えてる。はい、ドットキノピオ。ベストコイン98だったか。そうか、隠れゴールドが、いいコインになるもんな。100目指してもよかったかね。という楽しみ方もできるといったところで、これはね、覚えてないけど、まあ、探しは見つかるでしょ。それは全部探しは見つかるんだけど。こういうところだ。違うか。ん?いったー!すげえとこにいるな。こんなおとなしく隠れてるパターンもちょっと久しぶりな気がする。オッケー。とっときのぴよくんはな、歩いてたりすることもあるから、油断ならないけど。こういうパターンもあるのね。さてと、これもう一ステージやってみてもいいかな?うん。じゃあ今回はもう一ステージやってしまおう。回るスペースフロア。例の、誰だったっけ?名前をど忘れしたあいつがいますね。ん?そしてよく考えたら、キノピオになってる。キラー放題。一本道にキラー放題を設置するとかいうかなり殺意の高いコースですが。あ。なんかいいね。この、終盤のダンジョン感があるの。たまらないね。こっち向きだったか。この子なんて名前だったかな?ちょっと、ど忘れしちゃったんですけど。コインを回収。つぶらな瞳をしているんだよな。サングラスをかけている存在。9割9分。つぶらな瞳をしている説。つぶらな瞳のために。よいしょよいしょよいしょ。サングラスをしていると言っても過言ではないよね。とりあえずスイッチを押して進んでみるしかないか。こっちに帰ってきたーと思ったけど。すごい脚力だな。これ、キノピオは貼り付けないのに、こいつらを貼り付けるということは、やはり脚力の賜物ってことでいいんだよな。しかし、首も全くしならないというのがすごいな。普段から鍛えているのか。それとも、この子たちにだけなんか特別な重力を発動しているのか。いろいろと謎空間だからな。どんな力が加わっていてもおかしくはないんだけど。回転。これもなんか側面に乗れそうだな。乗ってどうすんのという話ではある。どうしよう。これは回転しないといけないよな。ですが、俺は知っている。ここにあるダイヤ。これは間違いなくこれだろ。オッケー、やばー。これで取るんだろう?確か、こうしなくちゃいけないという記録があったぞ。オッケー。で、奥のスイッチを押すとどうなる?また戻ってくる感じかな?手前のスイッチを押したら左に回転してこれを取ってスターに行ける?だと思うのだが。奥もあるっぽいな。でもより万全を期すんだったら先にこっちを押してどっちに回転するかを確認しておいた方がいいのでは。あれこっちに行くのか?え?あー閉じ込められた!くっそ!罠だったか!あー!そういうこと。なるほどね。これ、どっちの P スイッチを押しても、あれか、回転する方向は同じだった可能性あるな、これ。くそー。さすがにここから戻ることはできないので、やり直すぐらいだったら一旦取って、ゴールしてしまうか。パーフェクトクリアってなかなか難しいな、これ。お、ノーダメか。ノーダメは効いていたね。ライフ・フェイチャー。行くぞ。次は、スマートに行くぜ。
スマート、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 よし。スマートというのか、これは。だいぶ、ゴリ押しの民だったけど。しかしね、この子たちに対抗する手段があまり用意されていないというのが、難しい要因な気もするね。ゴイーン。パタ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 。にょわー、キノピオ隊長すげえ叫ぶよ。にょわー、冷静に考えたらこのキノピオたちって、どうなんだろうね。その、普通のキノピオが、隊長として任命されているだけなのか。それともなんか特別な、あれなのか。隊長としての訓練を受けた正式な隊長なのか。オッケー。うお、危ねえ。なるほどね。こういうことになっていたわけね。だから多分ここで、ゴールに通じる方の岩を破壊できないと、もう一回回転して、こっちの、さっき踏んで罠だって言った方を踏まないとゴールできないようになってるから、スマートに攻略するんだったらダイヤを破壊しつつ、こっちも破壊しておかないといけないと、いうわけだったわけね。オッケー。なんというかこのステージはちょっと、ギミックが、難しめだから、タイムアタックやると楽しそうだね。よし、ではドッキロ君を探して、行きましょう。行くぞー。まあ、回転して見つける系かな？これ、底面の方は、あ、一応見えるか。底面の方が見えるんだったら、探すところはないかなと思った系と。回転しなくちゃ見つけられない系ではない。ということは？もしやこいつらの足元。足元っていうパターン前もあったからな。これは、とりあえず動いた方がいいな。動かないと聞こえないもんね。あぶ。これでいっかな？ん？え、いるやん。これいけるかな？へっ。そうじゃない、そうじゃない。くぅ、ギリギリを攻める。ギリギリを攻める。ここにいるんだよ。いるけどタッチできない。ん？別のとこから持ってこないといけないのか？めっちゃ大変じゃない？そう。お前そんなところに隠れやがって。とんでもないキノピオだな。だから株かつる橋を用意しなくてはいけないわけだ。めっちゃ大変じゃない？ぬわー。ちょっと位置が高いからな。なんか下の方から投げられるとかそういう系でもなさそうだしね。株を持って回転しなくちゃダメかな、これ。ちょっとそれでやってみるか。あーでもそうか。こっちのを踏むとあれなんだよね。株持って回転パターンでいこうか。ツルハシだと多分時間的に間に合わないか、ギリギリすぎて、相当シビアになっちゃうだろうから。ふっ、とりあえず俺が真ん中に行くまで止まっていてもらうよ。これ、痺れさせて、おぉ、まさかの相打ちを狙うこともできるわけだ。というか、片方が飛び切るまで待ってくれねえんだな。さあ帰ってきたぞ。君は狙っているわけじゃないぞ。はっ！よっしゃー。これまた手強いドットキノピオだったな。かくれんぼというよりパズルに近いね。いや、しかしかくれんぼ要素で、こういったパズルっぽい、ね、ゲーム性を用意してくるっていうのも面白い考え方だね。といったところで、ちょっとギリギリかな。次回、月層マグマロードに続くといったところで、今回はここまで。次回もよろしく。ありがとうございました。